晩酌中ね、梨と一緒に食べてる。うん、つけちゃった。 Thank you。 もうちょっと行かしようかな。 Thank you, thank you。 OK OK。 これナチュールのワインで一番好き、俺。 Cheers。 はい、グラスには突っ込まんといてください。両方違ったよね。ほんでこれはさ、普通は白ワイン飲むやつで、これシャンペーン。うん、シャンペーン、うん、シャンペーン。言うてもこれ Vlog じゃないからさ。そう、ラジオだからあんま。早速本題に入りたいわけよ。そうなん。うん、え、ちゃん本題入りたい。違う、え、別にいいけど。雑談式、雑談式ラジオが、うん、だってラジオって雑談式じゃない、違う。そうなんだ。で、パーソナリティやる？うん。はい、というわけで今回はですね、うれしそう。はい、あのカメラのお話をしていきたいと思うんですけども、あの僕がいつも使っているのはね、富士フィルムのいつあるかな。そうですね、そう、見せれるからね、ラジオじゃなくて XT2 というものを使ってる、うん、私のやつで今撮影してます、そちらのXT4。 はいはい、なんですけども、あのレンズの話を今回は、うん、まあしようと思ってまして、っていうのは、僕が使ってるのは 35mm の F2 っていうのを使ってて、うん、はい、私は 35mm の F1.4 を使用してます。すごいよね、うん、だってさ、俺 XT2 使ってさ、うん、F2 の 35mm F2 でしょ、うん、で T4 使って 35mm F1.4 でしょ、うん、形から入りました。そのままグレードアップだもんね、うん、すごいよね、うん、値段で言うと本当にこれが 4,5 万円くらいで買えて、こっちは何万ぐらい、うん、十数万円だよね、うん、だからもうこれもさ、間違えました、7万円ぐらいで買えます。7万円ぐらいで買えた。そんな安い。はい、あ、そうなんだ。はい、どこで、あ、わかんない、記憶が飛んでます。あ、そうそうなんだ、わかんないですが、あ、ヨドバシで私の担当が頑張ってくれて安くなった、うん、あ、セットで買ったんだよね。うん、違うよ、一緒に買ったんじゃなくて、 T4 はオンライン。あ、そうなんだ。で、これはヨドバシにわざわざ買いに行って、うん、ちょっとお安くしてくれました、ヨドバシで。へー、でもこれ紙レンズだからね。そう、そう、7万ぐらいだったら俺も欲しいな。うん、でももうちょっと頑張って56ミリとかでもいいかも、うん、あ、そうね、ちょっと頑張ってみる、うん、そう、で、これは紙レンズって言われてるレンズだから、うん、写りとかも最高なんですよ、うん、いや、めっちゃいい、これが最初でね、良かったって思う、めっちゃ、うんうん、でこれじゃなかったらもしかしたら離れてるかもね、うん、カメラから、うん、ぐぬぬってなってたかもしれない、うん、うまく撮れない。で、最初もさ、うん、T4 とさ、S10 で迷ってたやん、うん、でさ、俺が絶対 T4 にした方がいいよって言った理由は、うん、そのグレードアップしたい時にとか、うん、自分がもっと成長した時に物足りなさを感じちゃうの、うん、だからそれは、機材で物足りなさを必要とするのはちょっと嫌だから、うん、先に進めた、うん、そう、最初からさ、グレードアップしてたからさ、自分が、うん、これでよかった、うんうん、よかった、うん、はい、ということで本題に入りますか。はい、これはもう実際じゃあ同じ価格、同じ広さっていう意味なんだけど、どう違うのかっていうね、うん、話を今回しようかと思います。お願いします。はい、で、まあ実際かなり違います、うん、で、まず違うっていうのは、まあ値段も違うんですけど、 F 値が違います、うんうん、で、F2 でしょ、うん、これも F2 なんだけど結構明るい、うん、でも 1.4 の方がもっと明るいじゃん、うん、で、夜も全体あるもんね、うん、うん、だいたい、だって単焦点とかでもさ、うん、F2.8 とか、まあズームか、ズームで多いのか、うん、F2.8 通しとかっていうのが多いんだけど、うん、それよりも明るい単焦点のレンズ、うんうん、なおかつ APS-C サイズだから小型軽量、うん、で、持った感じほぼ同じなんだけど、ちょっとこっちの方がそう、重みあるね、かな、うんうん、そう、
でもこれ軽い、すごく。そうでもいいやん、なんか持ち運びしやすいから。うん、でもこれもそんな変わんない。今撮ってる 16mm がちょっと重いね。めっちゃ重い。うん、嫌やもん、ちょっと。そうね、スッとストレスそうで、まあ実際写りとしてどうなるかっていうのが多分みんな気になると思うんですけど、写り違い分かる？うん、分かる。分かる？これとこれ、うんうん、どう違う？私のレンズは後ろがぼやける、うん、ぼやける。うん、じゃあぼやけない。ぼやけてるけど、うん、もっとぼやける。そうね、うん、まあ、まずぼやけとしては 1.4 の方がさぼやけるやん、うん、F 値が低ければ低いほどぼやけるんだけど、うん、F2 と F1.4 だと 1.4 の方がぼやけるから、うん、そのものを被写体を写した時に背景と一緒にね、うん、もうより被写体が浮き出たように写るっていうのがこっちの特徴もある、うんうん。あとはさ、なんかさ、うん、画質さちょっと違わないと思うけど、それはさボディの違い？違う、両方。センサーもそうなんだけど、俺の T2 も画質は違うよね。いろいろあって組み合わせて使ってみたんだけど、うん、T4 の方がやっぱセンサーがいいから画質が、うん、画質というか、まあ、画質も違うんだけど、こっち2400万画素で、うん、向こうが2600万画素かな、うん、でちょっと違うっていうのと、うん、あとそのセンサーが違うからそのノリが違うのね。うん、だから受け入れるなんか人が違うから、うん、より優秀な人が受け入れた方が、うん、より綺麗に映るんだけど、うん、センサーって。だからそれも全然違うっていうのと、うん、あとレンズそもそもが違うっていうのがある。うん、やっぱり高いだけある。うん、あるよね。そう。でこっちの方がシャープに映る。うん、そうだね。すごいシャープ。うん、うん、うちが全然違う。だから風景映しても、うん、特にストリートかな、うん、ストリート映した時にそのコンクリートのカリカリ感が全然違うから、うん、これは最強、うん、ただ俺ちょっとこっちで撮ってもそこまで落ちないなっていう理由があって、うん、こっちは編集、全然撮れるんだよ、うん、だけど編集するじゃんみんな、うん、だからそっちでカバーしちゃう、うん、っていうのが編集上手だもんね。そう、うん、もうライトルーム歴が4年ぐらい、うん、はい、あるんで。ドヤ顔めっちゃ早くない？だって俺、うん、そうだから編集でカバーできちゃうから、こっちもまああったらいいなぐらいって思ってる、うん、かな、うんうん、私はこれにめっちゃ助けてもらっとる。そうね、うん、めちゃくちゃいいレンズです、うん、ただ1点だけね、うん、ちょっと不満点があるんだよねこれね。そう、その 35mmF1.4 めっちゃ不満。改良求む富士フィルムの方お願いします。標準の明るさで撮ろうと思えば全然フォーカス合うの、うん、けど俺結構アンダー気味で撮ったりとかオーバー気味で撮るやん、うん、特に光と影がある、うん、なんかコントラスト強めのところっていうのは俺アンダー気味で撮るから暗めで撮るのね。普通の明るさで撮ろうと思ったら全然フォーカスいいけど、パッパッパッって、うん、フォーカスポイントもちゃんと合わせて、うん、キュッてやったらさギュッてさ吸い付くようにフォーカスいくやん。行く、行くんだよこれ。行くのけどアンダー気味で撮ると、アンダー気味とかオーバー気味明るめで撮ろうとした時に得意なんだけど、本当にフォーカス迷う。で空とか撮る時に本当に迷う。やばいね、うん、うん、空はマジでやばい。だからウィン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 ってなって、そう、しかも音もすごいからさそう、音やばい。ちょ聞いてみる、うん、ASMR みたいな、うん、そうそうそう、聞いてみてほしい。もうなんか、頑張ってくれてるけど、わーってなっちゃう。うん、ずっとこんなんの、うん、一生。なんか俺は結構マニュアルで撮っちゃうかな。マニュアルでも難しい人はどうしたらいいんですか？そしたら本当に標準に一回合わせて、うん、で合わせるじゃん。でそういう場合って大体暗めで撮りたい時だから、うん、とか明るめで撮りたい時やん。フォーカス合わせるじゃん。
余裕があったね、うん、余裕があったなんだけど、合わせた時にマニュアルにすんの、うん、で、後で設定変える、で、取ったら取れる、うん、なるほど、そう、かな、うん、うん、けど、なんか本当に緊急を要する、まあ緊急を要するっていうか速さを求められる時は結構、うん、こいつはだったら遅いかも、うん、で最近ファームウェアアップデートしたら今度してみるか、して、うん、で、フォーカスがどうなってるかだね、で、そんな改善はされないと思うけどね、写りとしては最高なんだけどね、うん、そう最高です、やっぱ神レンズと言われてるだけあります、うん、はぁ、あ、美味しい、うん、そうっていうのが比較かな、他は他、うん、なんか違いがあるか、うん、重さでしょ、うん、写りでしょ、F 値でしょ、うん、フォーカスでしょ、うん、他なんかある、星取った時どうだった、星取った時はこっちの方が明るいからシャッタースピードを稼げるじゃん、うん、なんか例えばこっち F2 でシャッタースピード15秒とかのやつがこっちだったら12秒でいけるみたいな、うん、ああそういうことだ、そうそうそう、だから星が流れない、長さが違ったね、うん、あそうだね、そうだから 35mm の画角ってすごい狭いから星取るときって流れちゃうじゃん、うん、15秒20秒やると、うんうんうん、けどこっちは明るいから10秒とかでいいから、確かに、でそこからライトルームに持ち上げてあげれば全然綺麗に映る、ね、で星が点になるわ、こうなってるもんね、長く時間を取っちゃうと、そうそうそう、うん、なんか微妙な感じ、なんかフォーカス合ってないのかなみたいな感じな写真になっちゃうから、うんうん、それなんか避けたい、中途半端すぎる、長ければ長いほど、うん、長ければ長いほど伸びるんだけど、うん、その中途半端に伸びすぎると変、そうね、うん、じゃあ明るくていいことを教えてください、明るくていいこと、うん、暗視に強い、うん、ボケる、うん、この2つです、うん、暗いところに強いっていうのと、うん、よくボケます、うん、暗いところってどういうシーン、もう夜撮影とか、うん、あと部屋の中とか、うんうんうん、で動画撮るときも夜とかだったらめっちゃ綺麗に撮れる、うん、F1.4 で撮ってます、うん、でリアスペースの YouTube あるじゃん、うん、あの一番最初の動画、うん、あったでしょ、うん、あれだ結構撮れるじゃん、うん、これだったらもうちょっと苦戦してたかも、なんか暗いってずっと言ってたもんね、うん、うん、で拭いてやると明るいから全然、懐かしい、早く動画編集したい、みんな待っててね今までだって90日間だっけ、うん、のトライアルのファイナルカット、トライアルでやってた全部、そうファイナルカットプロ使ってたんだけど、うん、で YouTube の動画をもうすでに7本上げてますそうで途中で終わっちゃってね、うん、でも円高で高いって、な円安だ、円安ね、うん、3万6000円ぐらいですか、うん、円安で安いってなって、違う高いってなって買えなかった、そうけど、今日買ったもんね、うん、だから皆さん、ファンの皆さん、もうちょっとお待ちください、こんなんでいいの、今度からは、もうちょっと短い動画をポン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 って上げていこうかなと思ってる、 YouTube に逆行してくれない、うん、だからなんせ投稿の動画の頻度だよ、週1、うん、週1上げるからな、俺ら全然登録者いないじゃん、うん、だからなんかそういうと、なんか頻度の方が大事なのかな、うん、頻度の方が大事って言ってた、今だってさ、トレンドがさ、うん、10分、20分の動画バンバン流す、それファンついてからだよ、あ、そうなんだ、うん、とりあえず週1じゃないともうおすすめにすら乗らへんから、うん、週1の、で大体同じ時間をもう徹底的にやる、なるほどね、で徹底的にやった、それはもう 2,3 分とかの動画でいいねって、うん、でそれをやった後、ファンがとりあえず、まあ、1000人、1000人超えましたってなった時にちゃんとクオリティのあるものを上げていくといいねって、うん、あ、そうなんだ、うん、
じゃあ最初はすごい大事ってことね。うん、大事。うん、分かった。じゃあこれも3分割ぐらいで撮ろうかな。イエイ待っとく。うん、今日も見てくれてありがとう。じゃあさよならみんな。ではでは、ありがとう。チェース。